3月7日、金運絶好調月、3月最初の虎の日、一粒万倍日、青い夜にすべきことがこれ。2021年3月は、金運が爆発的に高まる奇跡の1ヶ月と言われています。というのも、7日、19日、31日はいずれも一粒万倍日と虎の日が重なる日だからです。加えて31日には天赦日も重なり、2021年すべてを通しても群を抜く開運日と言えます。さて、そんな金運が高まる3月ですが、今回はとりわけ直近の7日にスポットライトを当てていきます。金運将来の3月。3月7日は今月3回虎の日と一粒万倍日が重なる日がある中で、一番最初に迎える日になります。以前の動画でもシェアしたように、虎の日は金運将来日として知られています。古来中国では虎の黄金の毛並みが金運のシンボルとして捉えられていたほか、財宝の神様として知られる毘沙門天様は虎をお使いにされていたという逸話があります。またよく知られたところでは、虎は千里行って千里帰るということわざから、お金を使ったとしても必ずそれが何らかの形で戻ってくることを意味すると言われます。こんな金運にゆかりの深い虎の日に、やったことが万倍になって帰ってくるという一粒万倍日が重なっていますから、貯金を始めたり新しい口座を作るのもおすすめです。また虎の日は先の通り毘沙門天様と縁深い日ですから、お参りに行かれるのも良いと思います。東京では神楽坂の全国寺が有名ですね。青い夜の7日。また3月7日はマヤ暦占いでは青い夜にあたります。青い夜のキーワードは夢、そして実現、それに加え財運や経済などを意味します。そのキーワード通り、これまたお金がテーマの日ですので、財運に恵まれる日だと言えます。やはりお金にまつわることをすると良いでしょう。ただしこの日は物心のバランスが重要な日でもあり、物欲やお金だけに走るのはあまり良くありません。願いが実現するイメージを心の中でしてみたり、夢リストを書いてみたり、ただただ現実的にお金を追うばかりではなく、イメージングや前向きな心理状態を作ることもぜひぜひ大切にしてください。また物心のバランスが崩れてしまうので、いくらお金にまつわることをした方が良いと言っても、大金を何かに注ぎ込んだり、大きなお金関係の博打をするには向かない日です。少額、小さなお金関係のことをするのがいい日なんですね。いかがでしたでしょうか。金運爆上がりの3月、その初日にあたる3月7日は虎の日と一粒万倍日が重なり、なおかつマヤ暦でも青い夜にあたる日です。大切なこの一日を味方にして、ぜひ金運財運を手繰り寄せてみてくださいね。このチャンネルでは手相や運気にまつわることを中心に、あなたに広く良い気を届ける気持ちで投稿しています。もしよかったら高評価ボタンやチャンネル登録もぜひぜひよろしくお願いいたします。